こんにちは。テンバアカデミー堀秀夫です。えー、今日は Amazon で出品すべき商品の優先順位ですね。えー、それで、まあ、カタログがあってランキングがあるものを出品するという話をしたんですけど、えー、他にライバルがいて、FBA がいてもいいんですかというのをね、えー、そうですね、気になるところですね。えー、まず、まあ、自己発、まあ無在庫ね、その出品者は、まあ、例えばね、えー、10人とか、 まあ多い商品だと20人くらいもいる商品ありますかね。まあ大体が数人ですけど、まあ何しろ、えー、無在庫の人には後から出品しても FBA でね、えー、納品すれば勝てるので、人数は気にしなくてもいいです、ねえー。まあそうは言ってもね、この人数で本当大丈夫でしょうかというのは気になった場合はご相談ください。それから、f b a 利用の出品者がいても2名以下、つまりあなたを入れて3名なら OK です。 で、その FBA かどうかの確認方法なんですけど、まず商品の、このね、えー、これは 3new って書いてあります。まあ、ここで3ってのは出品者なんで、これはね、商品によって人数違います。で、その 3new をクリックすると、まあ、出品してる人が出てきます。で、この表示、そしてこっちの表示、ね、この青いプライムって書いてあるのが、えー、FBA 利用者の、えー 出品物ですだからね、プライムっていうのがなかったら FBA 使ってる人いないということです。で、プライムっての出てきた場合は、プライムの横のね、四角にこうチェックを入れると、プライムの人だけが出てくると。まあ、この商品の場合は Amazon だけがプライム使ってるという形です。で、そうですね、Amazon がプライム使ってた場合は、まあ、値段がね、えー、落ちてく可能性が高い。えー、さらに、えー カートを取れるのはね、最優先取れるのは当然 Amazon ということでね。Amazon がプライム表示されている商品は、えー、扱わない方がまあ無難ですね。まあ、それ以外においては FBA がいようが、出品者が多かろうが、ランキングついてないカタログに出品するよりは、まあ、ランキングついていて FBA がいる、あるいはライバルがいるという商品を売った方がね、売れる確率が高いんで、まず月間取引個数50個超えるまでは、 ね、逆にランキングがあるのを探して、えー、ランキングがあるのに相乗りするというのをね、えー、徹底した方が、まあえー、アカウントが育つのもスムーズだし、売れる商品が分かって自信もつくという形でね、いいかと思います。また、こんな風にね、えー、追加で見方が分かんないとか、解説必要という場合にはね、解説動画作りますんで、お気軽にご質問ください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。